カガルズのアフタートーク、お願いします。さあ、ということで、今週はですね、はい、ラビットの話と、はい、柴さんの、まあ、コーナー、各コーナーですね、ラビットで出た各コーナーの話と、まあ、柴さんの話と、はい、あと、デンゼル・ワシントン、グラディエーター2ですね。グラディエーター2のレッドカーペットジャパンプレミアに行かさせてもらうという。すごいことです。これはもう広がりすぎ。いや、正直怖いもん。規模でかすぎ。規模でかい、ね。アホなんかって、やっぱ思ったもん、夜寝る前。俺、明日、デンゼル・ワシントンか、と。ほんとそうだよな。世界水泳ぐらい外国の人いるんじゃない？でも世界水泳くらいいるよ。クラスだよね。波だよね。うん、いやいやいや。まあ、別に、数では言わないぞ、あんま。うん、そうか。そうか。数では言わない。ピンとこなさすぎてさ。世界水泳くらい海外の人いるんじゃないって言われても。別にその。絶対世界水泳の方がいるしな。うん、それはそう。そうね。それは国際大会なんだから。あ、いや、でもちょっとレッドカーペット ね、行かせてもらいます。ああ、そうだ。モンプッシュのね、はい、話もちょっとしましたけど。あ、ちらっと出ましたね。モンプッシュ出させてもらいました。サスペンダーズのモンプッシュ。はい、伊藤さんが、ね、はい、僕がピンネタライブの日だったんですよね。そう、ピンネタライブが終わりました。ありがとうございました。あ、マジお疲れ。はい、ありがとうございます。いや、うん、すごく楽しくやらせてもらいました。まあ、R1 対策ライブだと思ってた方は、その、うん、なんだこれはと思ったかもしれないですけど、うん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 、その、矢継ぎ早に喋り続けましたね。本当に90分間。トーク？トーク。ほぼ、いや、そのネタやって、平均ネタ時間は10分。うん、うわ、10分ネタ8本くらい。ピンでな、やりました。結果で、まあ10分ネタっていうか、まあ13分とか7分とか、うんうん、まあそんなんありますけど、はいはい、平均すると10分くらい、9分か10分くらいのネタ8本やって、まあ、10本持ってたんですけど、うんうん、もう小道具全部、その舞台に置いて、うん、もう、いろいろ手に取ってやっていくっていう。もう舞台上で順番はもう本当に決めずにやるっていう形で始めたんだけど、はい、本当にこれにしてよかった。お、どういうこと？もう本当によかった、うん、まあ、渋谷ユーロライブっていう劇場でやったんですけれども、はい、劇場のね、はいはい、まあ、すぐ裏手がまあちょっとまあうん、ラブホ街というか、あ、ちょっと治安が悪い地域ではあるんですけど、その、うん、駐車場がね、はい、あって、その、目の前にラブホテルのだけじゃなくて、ラブホテルにない、もう駐車場がなくて、もうまとまって駐車場があるんですよ。あるね。うん、その、ぐらーっと入っていく田舎システムというか、そうだね、あの、国道沿い、高速沿いのシステムじゃなくて、うん、ごっそり駐車場があるんですけど、うん、その、駐車場の、うんうん、その、うん、車たちがたくさんあるのに、うん、入り口に1台車が止まって、うん、入り口止めるとこじゃないところに止まって、うん、うん、邪魔だな、めっちゃ。そのまま、その中の人がラブホテルに入っちゃったっぽいんですよ。ゲゲ。うん、だからその人たちが、ラブホテルから帰ってこない限り、他の車は一台も出せないっていう、とんでもない状況になって。で、それが、俺の開演と同時に、そのトラブルが勃発して、裏でずっとクラクション。ビーすごい劣悪な環境でやってるじゃん。だからうっすら聞こえるビーが。マジで、うん、でマジ切れの時の長さじゃん、ほんで。そう、うん。だから俺はさ、客席前方は聞こえてるの、みんな。あ、そうだね、後ろの方はあんまり聞こえてないんですけど、前方の方は非常口と近くて。確かに。駐車場により近い。ずっとビーって聞こえてる。うんうんうん、あ、おかしいな。でもそのスタイルで始めたおかげで、うん、永遠にトークできるんですよ。で、しかも安定も基本しない。なるほど。うん、から、喋、うん、り続けて、うん、どうにか、うん、B が収まったかなと思ったら、うんうん、よし、スタートしましょうつって1本目やり始めたら、はいはい、外から、うん、あ、こらーざけんじゃねえよ、おらあの、すごいね。俺のライブの真裏で、うん、決死の殴り合いが行われてたらしくて。がっつり決死の。決死の本気の。え、本物の。決めるし三つどもえで。やばくないですか？マジやばい。あ、じゃあもう警察も出るぐらいの。警察来てないんじゃない？パトカー来なかったから、サイレン来なかったから。だから、だから、決着ついたって。誰かが死んだんだマジで。ほんまに。ほんまに。いや、もうマジ怖すぎてさ。でもお客さんにバラすわけにはいかないから、それを。わ、俺は声聞こえるから分かる。うわ、そうか、その責任を負うのもすごいしんどいな。だからネタ終わった瞬間にもうベラベラ喋って。なるほどな。うわーって喋って、なんとか書き消そうとして。怒号をね。そう。
怒号キャンセラーにならないといけない。うわー、それはすごい環境だね。そのスタッフさんがやっぱあのやばいから確認しに行ってくれてた。確認しに行ってくれてて、聞いたらその入り口に止めてた人が、ラブホから女の子と2人でおじさんがバーって出てきたんだって。でもこのおじさんも明らかにめちゃくちゃ強そうなんだって。むちゃくちゃ怖いだって。でもどう、かたやその出れない人はそこら辺の近隣のなんか企業の会社、会社とかそのなんかちょっとまあ有名な企業の車、ほうほうほう、企業名が入ってるみたいな車にそのこうプリントされてあるな。だからその人が何か起こしたら 100% 危ないっていうくらい、だからお互いにめちゃくちゃ危ない状態だけど、もうボコボコのボコボコのもうストリートファイトだ。信じられない。いや、その映像とか見たいんですよ。話で聞いただけ。だからあれだけど、もうその、もう関係ない。うらーっ、こっちはこっち。ぶち切れまくり。こっちはくぼっくりやってんのにな。こっちは本当に。信じられない。マジでよかった。ほんまに。なんとかね、無事に皆さん帰れたみたいですけど、本当にもう、そうだね、もうやりません。もうやりません。あそこではもうやりません。それが、あれを、その、うん、西野黄昏さんのファンとかの皆さんだったらめっちゃ強いと思うから。確かにね。大丈夫。でも、加賀屋の、加賀のファンをやってくれてる人だから、うん、決してね、その、得意、腕っぷしが強くて、そうだよ、そんな得意な人もいないしっていうね、そのストリートファイト慣れてる人ってまあ、ほんの少ししかいないと思うんですよ。ほんの少し、本当にいるはいるわ、いるはいるでしょ、いるはいる、その中には。いやでも、そうか、すごいね、すごい怖くて。でもまあピンネタライブやってて、俺がその空いてなかったから、まあカヤがもうプッシュに行ったっていう。そうでございます。伊藤さんがお休みだったのでね、代打で。古川さんとね、いろいろ話して。いやどうだったのかな。失礼だぞお前。何が？ラフターナイトチャンピオンに向かって何がよ、なんか古川さんそれ外の世界だった、間違ってますよって、うん、古川さんの性に対するあれをいろいろ言ってたけど、いやだって誰しも思ったでしょあのことは。すごいよな、うん、まさかさ、うん、助っ人呼んだと思ったらさ、うん、その、うん、とんでもない裏切り者を呼んでくれた。そう、地に落とさんがばかりのその翼をここぞとばかりにすごかった。そうなんか関節技を決めまくって。いやでも俺も聞いたんだけど、なんかちょっと偉そうでね、俺もね、もうなんか嫌だったんだけど、自分で聞いて偉そうだった、なんか偉そうに先輩に向かってなんか言ってたって感じだった。ラフターナイトのチャンピオンなんだから、そうね、ラフターナイトの、ね、チャンピオンさんに向かってね。そうだよ。いやでもデートも断って、そう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 、いや言って叱るべきだろあんなの。いやでもだって古川さんの言う通りじゃん。だって何が正式にお付き合いするって断言しちゃったら他の人と遊べないんだから。いねえんだって用語が古川の用語はいないの。いちゃダメ、 いても黙っとかなきゃダメなの。公言しちゃダメなの。俺さ、 あれよ、ほんまにすごいと思った。いや、うんうんうん、いやこれさ、うんうん、いやその言う、まあ、いいことではないと思うよ。そのいいことではないと思うけど、うんうん、えなんで、うん、それバレても大丈夫だと思ったのっていう。いや、そうなのよ。それなんてめっちゃ怖いこと言ってたよって思いながら。で、そう、誠実でしょ僕はっていう。いや、遊びたい、遊びたいじゃないですか。だってって言ってたのが、すごすぎる。すごいのよ。なんでだよって言ってたからね。ねえ、寺子さん。和田さんマジかよ。いやね、寺岡さんもモプシュのディレクターさんでもありますから、そうですよ、ね、現場にいたですけど、いや古川さんはね、なんか 聞かれたら言うけどみたいなスタンスをずっと取ってたんですけどなんだろうなあれ。でもさ、だって賢いはずじゃん。うん、賢いよ、めっちゃ。だってあんなに冷静になれなかったんだろうね、はい、いや確かにね。いや本当に自分の身を守るので必死というか、そうか、元がずれてるから、うん、そう元がずれてるから、うん、なんぼ理論で、うん、だから理論で返してるみたいなテンションだったもんな。あ、そう でもってそう、あでそっかって、俺もこういうことあったなとかって完全にずれてて、うん、なんか言われて、うん、いやでもみたいな。でもこれに関しては俺はなんか俺は間違ったこと言ってないと思うんだけど、まあでも一般的に言えばな、一般的に言えば、まあ、そう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 、やっぱその
もし、うん、その遊びたいって、うん、とか遊びたい気持ちがあるからって言うんだったら、そうそう、絶対黙っといた方がいい。なんでそんな、うん、すごいよ。だからそういう意味で言ったらめっちゃ新しいというか、お笑いすぎる、うん、そうそう、うん、やってくれてるのに俺はマジレスしすぎたかなと思って、うん、そう、ちょっと落ち込んだりとかしたんですけど、でも順番が違ったの。俺アフタートークから聞いた、うん、アフタートーク聞いた、本編聞いた、うん、だからそのうわーって言って、いやでもそうか、これ良くないか、わーって言った後に、うん、セックスって素晴らしいって言った。そう、何言ってもそうだ、そうそうそう、最初からそう、全然もうも、ね、それもそうですよ、いい構成になってます、素晴らしい、ね、2から見てくださいっていうね、めちゃくちゃ開き直って終わるみたいな。いや、ね、そちらの方もね、はい、お聞きいただけますので、ぜひよろしくお願いします。アフタートークでした、はい、ありがとうございました。